と小さく声にございまするな。このような人数でございまするぞ、皆様もっと大きな声でこんにちはと声を上げてくださいませ。では今一度参りまするぞ。さあ皆様、改めましてこんにちは。ありがとうございまする。さてまずは開始に先立ちまして皆様に聞きたいことがございまするが、私立花雷霧丸のことを知っておるぞという方はどれほどおられまするか、手を挙げてみてくださいませ。3分の1ほどといったところにござりましょうかな。まだまだ手が上がっていない方のために私の自己紹介をさせてくださいませ。私の名は立花雷霧丸と申しまする。ご存知なかった方は以後お見知りおきをお願い申し上げまする。さて私はこのように人の姿をしておりまするが、人間ではございませんぞ。皆様そのことを頭の中に置いておいてくださりませな。さあ私は今の大分県にあたる豊後大友氏の重臣であった別紀道雪様の愛刀千鳥として控えており申しました。そして道雪様は私千鳥を使って雷を切ったのでござります。それ以来私の名は千鳥から雷霧丸に改名され、今の主立花宗茂様のもとに控えておりまする。さあこたびは私立花雷霧丸、そして今の主柳川藩初代藩主立花宗茂様、そして道雪様の一人娘にしてご正室である銀千代姫様、以上二人と一振りで横浜祭りにお集まりの皆様へ特別交渉パフォーマンスを披露いたしまするぞ。ではでは皆様とくとご覧あれ。我が主に当たらす乾物は、畑にこそ
切り進む。我は他者検証の立ちなり。我は雷神の化身とならん。立花雷霧丸剣山。何やら動きを感じる。どうせ様はいつこ子は戦乱の様子は人切りにこそ切り回るのだ。静まれ雷霧丸、ここは戦場ではない。なぜわしはかようなところに閉じ込められておったのだ。ゲセ、ここは修羅の場所。どうせ様が手を砕きそうの間、お主は一体何をしておるのだ。シゲツラは何をしておる。乱戦じゃ、牛が見八幡あたといずなマリステインをご承諾。鬼神となりし雷霧丸、ここに参上。もうこの世は戦乱の世ではないと何度言えばわかるのだ。今はもう刃を持って相手を切り伏せるような、そのような時代ではない。シゲツラ様、道雪様、もうこの世にはおらぬ。お主の魂はいまだ400年前をさまようておるのか。目を覚ますのじゃ雷霧丸。小侍の時が何を言うか。お主のよまよいごとはもう聞き飽きたわ。お主もとんだお食べ物よ。怪獣になりたかったか。名門を友の誉れを受け継ぎし、道雪様の名まで汚すか。道雪様の前に立ち上がるのはこの雷霧丸が。残らず切って捨てようぞ。あっちゃっ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 。宗重様が道雪様の名を汚しておるだろう。たわけたことを抜かすのも大概になぜ。我銀千代のことを覚えておるか。あの柳川城海上宮と我が最後に願いしは立花家の再興であった。お主がやるべきことは戦場を駆け抜け多くの敵を切り捨てることではなく、立花家再興を成し遂げた立花家中の魂を守り続けることではないか。吉千代姫様、お会いしとうござりました。我が父道雪様が切った三日月の魂を宿す立花家の御神道、千鳥改め雷霧丸、受け継ぎし者は我が夫立花宗重様なるぞ。我に仕えよ。御意のままに。西国武装の者の不当、その妻にして下田滝選手、道雪様より受け継がれし立花家の宝刀、我ら公式イメージキャラクター立花宗重と銀千代雷霧丸、以後お見知りおきをお願い申し上げる。さあ改めまして皆々様、こんにちは。らしいの先ほどのヒーローショーの方が元気があったぞ。さようでござりまするな。お前様ということじゃ、皆々もう一度行くぞ。皆様こんにちは。
よいよいよい、ありがとうございます。よい声じゃ。先ほどの雷霧丸が、雷霧丸のことを知っておる者はどのくらいおるかとも言うておったが、改めての、わしら橘宗茂、そして銀千代のことを知っておる者はどのぐらいおるかの。手を挙げるんじゃ。最近小学校や中学校行っておるから。そうじゃ、たくさんおりますな。若たちには分かるのか。ありがたいの。雷霧丸あれだったか、どういうか微妙にござりました。微妙にござったか。さようか。しかしお前様、なんじゃ、ここを柳川は我らの領地であるにもかかわらず、そうだ、手が上がってないお方がおりました。どういうことでございますか。もしや県外から来たぞというお方がおられるのではござりませんかな。なるほど、本日県外から来られた方。あ、やはりおりますぞ。ちょいちょいおらず、わずかでござりまするな。それにしても手が上がっておられること、さようでござりまする。説明にはなるぞ。では、我らのこと初めて見たものもおるやもしれん。では我らが後世によみがえってどのような活動をしておるか銀千代説明せい。我らは橘家の歴史をな皆々に楽しんで学んでいただくために、このように400年以上前戦国時代に着ておった甲冑などの衣装を身にまとい、このようにイベントなどに参陣しております。そして我らの活動の拠点であるすぐ近くにありまする橘家資料館にてな、展示物の解説であったり、来てくださった皆々に我らのことを知っていただくためにおもてなしなどをさせていただいておりまする。そしてさようにござりまするな。忘れてはいけませぬ皆様、さあ四方の上りをご覧くださいませ。我らは宗茂様と銀千代姫様を NHK の大河ドラマにするべく大河招致も行っております。さようじゃ。ぜひとも皆様応援をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。応援してくださるという皆々はな、あのこちらの歩行者天国の道路を挟んだ向かいに我ら NHK 大河ドラマ招致会のブースがありまするゆえ、ぜひお立ち寄りくださりませ。スタンプラリーもの、昨日からやっておる。スタンプラリー参加したぞとかだ。あ、少ないの。少ないの。スタンプラリーというものがの、昨日と本日、やっておっての、わしに、ゆかりがある場所、まあ、柳川じゃな、柳川のゆかりのある場所10カ所あるんじゃが、3カ所回ればポスター、5カ所回ればマフラータオル、そして10カ所回ればポロシャツか T シャツ、 シャツ忘れとったけど、どちらが先か迷ってしまいました。ポロシャツか T シャツかという、豪華景品ございまするゆえ、皆々ぜひとも参加していただきたい。そしてスマホを持っておれば誰でも参加が可能じゃ。そうじゃよ。なのでの、もうスマホを持たぬという方の方が今は少ない時代になってしまった。持っておるものは4時までかの。そうじゃ。16、本日ですね、16時までやっておりゆえ、ぜひともご参加していただきたい。さあ、そんな宣伝ばかりじゃちょっと物足りんじゃろ。そうじゃの。昨日もの、我ら出陣いたした。あ、そうじゃ、これを伝えればなら、なんちゃ、市長が、柳川市長が昨日は我らの舞台上に登壇していただき、して NHK 大河ドラマの話をしてくれたんじゃが、なんとリストに上がっておるの。ドラマの、ありがとうございます。あれじゃな、先ほどあの司会の小雪殿がおっしゃってあったゆえ、ちょっとそれは聞いたぞと。あ、すまん、わし裏で全然聞いておらなんだ。さようでござりまするか。すまん、二度聞かしたなんじゃ。もうそんなこんなで次のじゃあ演舞に参るか。さようでございまするか。殿、あと私のあのことをお話しいたしてもようござりまするか。あのこととは何じゃ。わかりませぬ。なんじゃ。私があの戦でグランプリを勝ち取ったことでござりまする。あー、その話か。じゃあそこまで言ったなら言うがよ。皆様、今年の夏になんと日の本全土から71もの博物館のキャラクター、いわゆるミュージアムキャラクターを集めて、インターネットという何やら違う世界で投票を行ったのでござります。
こちらの名をインターネットミュージアムキャラクターアワード2018と申すのでございますが、なんと私そちらの戦でグランプリを勝ち取ったのでござりまするぞ。今現在私日の本一のミュージアムキャラクターでござりまする。皆様の応援のもとでござりまするな、誠にありがとうございました。できれば聞いてもらうぞ。うなだれておりまするな。大丈夫でござりまするか。疲れたのかのというの、わしらより先に天下を統一した刀でござる。なんと思うの、ちょっとわしらも悔しいな。そうじゃの、うん、では来切り そのまま次の演舞の御意にござります。ではでは皆様、次にお送りさせていただきます演舞は銀千代姫様が主役にござります。女城主銀千代という演舞を披露させていただきますぞ。参加様シャッターチャンスもただござります。銀千代姫様がセンターの演舞ではとくとご覧あれ。ちょっと息を整えたいやろわし。さようでございますな。続いての演目は、北千代にござりまする。そうじゃ、北千代じゃ。わいらちょっと準備をしてもよいかの。よくありまするぞ。じゃあまた来切り丸が一人になるが、みなみな飽きるよな。皆様今のうちに川屋へ行ってこようなどと言わないでくだされませな。すぐに始まりまするぞ。さあお次の演舞は少し雰囲気を変えて日立ち帯という演目を皆様に披露させていただきまする。さあ日立ち帯とはその昔日立の国の鹿島神宮の祭礼で行われた夫婦のちぎりを占う帯占いでございました。さあ皆様今一度とくとご覧あれ。
神は偽り、マシマサジ。神は偽り、マシマサジ。人やもしも、空色の。人やもしも、空色の。花田に染めし、日立を見ろ。花田に染めし、日立を見ろ。ちぎりかけたりや。ちぎりかけたりや。構えて守りたまえや。構えて守りたまえや。ただ頼め。ただ頼め。かけまくも。かけまくも、かけまくも、かけまくも、かたじけなしや、この神の恵みも、鹿島殿。かたじけなしや、この神の恵みも、鹿島殿。草場における、つゆの間も。草場における、つゆの間も。おしめただ恋のみの命ありてこそ同じようをたどるしるしなれ。ここに集うし皆々と我らの縁が深まりますよ。そして皆々にとって大切な方との縁が深まりますよう祈りを込めて回せていただきました。さあ短いものでのわしらの演舞も終わりが近づいておる。さようじゃのというかもう終わりにござりまするな。さようじゃな、ほぼほぼ終わりじゃな。そうじゃ、なんじゃ、本日はのあれじゃな、演目が昨日とまたちょっと違っておっての、クイズが昨日あったんじゃな。丸×クイズ。さようでござりまするな。じゃが本日は歌うまみたいなものがあるのでござりまするな。ちょっとの、わしも出ようかな。え、お前さんも出るのでござりまするか。出れるのか。私も出たいの。出たいのか。皆様、しかと写真の容量とやらにござりまするか、開けておいてくださりませな。いや、勝手に出ちゃいかんじゃろ。ダメじゃ、ダメじゃ、冗談でござりまする。お主、ツッコミができんからの。そうじゃ。さあ、最後じゃ、せっかく最後じゃ、フォトセッションタイムを、設けようと思う。では、あまり時間もないゆえ、参ろう。では、皆様、今一度写真機の準備を、本日最後にござりまするぞ。フォトセッション、It's a Showtime! たくさん撮ってくださいお好きなだけ撮っていってくださいませな。さあ、写真機を持たれてない方はどうなさった？忘れたんだろう。目に焼き付けるしかないの。何枚でも撮ってよいのだ。何枚でも撮ってよいのだぞ。欲しいものだけ残せばいいのか、いらないものは削除すればよいのか、ただそれだけのことじゃ。さあ撮った写真はのぜひともツイッター、フェイスブック、インスタそれぞれにのアップしていただければ嬉しいの。ハッシュタグとやらに立ち花宗茂と陣地をというふうに皆様つけてくださりませな。拡散活動をよろしくお願いいたしまするぞ。さあ、せっかくじゃ近くまで行こうの。だって肩肩刺さってる。お主のか。おお、綺麗な刀じゃな。さあ、写真機を持たれてる方はぜひ。下に動いているようになります。
カシャカシャと言っておるの、嬉しい音じゃのう。じゃが今はわしらだけじゃ、わしらだけに、わしらだけを作った、そういな、そういな、わしの独断と偏見で終わらせる。良いな。今のうちじゃ、今のうちにカシャカシャ言わせるんじゃ良いか。気まぐれにございまするからな、皆様。いつ終わってもおかしくありませんぞ。良いか。終了じゃ。わしの独断と偏見じゃ。ございまするの。ではの、ステージに戻るぞ。では。少し多幸ございます、お前様。片付け。ありがとうございます。さあでも時間が押しておるからな、所属さんのもらおうか。では、先ほども申したが、後ほど我らはこちらの方でな、おもてなしをいたすゆえ、そろそろ声をかけてくれ。では本日は誠にありがとうございました。ご同期の拍手をお伝えください。 NHK 大河ドラマ UTPR タイムでした。では失礼いたします。